今年7から9月期の名目 GDP は年率マイナス2%と円安にもかかわらず絶望的な衰退結果となりました内閣府が発表した7月から9月期の GDP は実質で前の期と比べ0.3%のマイナスとなりました年率に換算すると1.2%の減少で4四半期ぶりのマイナス成長になりました 名目 GDP は前の期と比べ0.5%のマイナスとなり、年率に換算すると2%の減少です。3年ぶりの行動制限のない夏休みでサービス消費の大幅な増加が期待されましたが、新型コロナの感染第7波の影響で、個人消費が伸び悩んだことなどが影響しました。また、 輸入が大きかったことが GDP を押し下げました。内閣府は、国内の企業から海外企業への広告マーケティング関連の支出が大きかったことが輸入増加の要因だとしています。後藤大臣は談話を発表し、民事を中心として景気は緩やかに持ち直しているという姿に変わりはないとし、先行きについては、 総合経済対策を含めた各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待されるとコメントしています。一方で、物価上昇が続く中で、家計の実質所得の減少や企業のコスト上昇など、家計、企業を取り巻く環境には厳しさが見られ、さらに、欧米において金融引き締めが続く中、 世界的な景気交代懸念に注意が必要であるとも指摘しています。今回の GDP のマイナス成長は、大幅な円安にもかかわらず、絶望的な衰退結果です。また、早急に対応すべき結果にもかかわらず、経済再生担当大臣の危機感のなさが一番問題です。 一刻も早く経済再生担当大臣は経済を再生する努力をしてください。一刻も早く経済を再生すべきだと思う方はチャンネル登録と高評価をしていただければ助かります。ご視聴をしていただき本当にありがとうございました。